おはようございます。釣り子 TV です。ジャッカルのですね、ブラストボーン、これをね、一つ買うことができましたよ。こんな感じのパッケージに入っていて、まあ、少しね、大きめのルアーなんですけども、早速ね、開封していきたいと思います。カラーはね、こんな感じのちょっと派手派手なカラー選んでみたんですけども、さあ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 。なんかね、部品もいろいろ入ってるんで、はい、シャポが丸まってバーン落っこした。こんな感じのね、尻尾のパーツがついてきました。ちょっとねこれ台紙から外してみますね。はい、箱から出してみました。まずねこういう感じでちょっとねフラットな面が印象的だなっていう、そんな感じの印象を受けたのと、あとねここの接続部が一つのヒートンでね接続してるんで、こうなんていうか非常にラフな感じに接続がね動くな、そんな印象があります。結構ねこういう感じでカクッとね曲がるね、ここがね結構ああこんな感じで曲がるんだっていうのと、あとねこのね尻尾がねちょっと大ぶりでね、こんな感じで少し長めね、こんなところですかね。でこういう感じで予備の尻尾もついてくれているんで、まあねそこら辺は親切設計だなというところで、顔周り見ていきますが、こんな感じのねリップ、この比較的細長くてなんというかスリムな感じのボディに対して結構大型のリップが搭載されてますね。これによってちょっとしたアクションの入力なんかでもガコ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 ってね、この後ろのラフな接続も相まっていい感じでこうガコガコと誘ってくれるんじゃないかななんていうね印象があります。でパッケージの裏にねいろいろ使い方が書いてあるんで、そんなところもちょっと見ていきたいと思うんですけども、カバー際から離さず魅惑のドッグウォークで仕掛けるブラストボーンということで、カバー際で本領を発揮するブラストボーンはルアーが狙いたいスポット、カッコですけどもカバー際シェード等から離れすぎてしまうと、食わない魚に対しじっくりとアピールできるビッグベイトです。クイックに折れ曲がるシングルジョイントボディと、前進する力にブレーキをかける幅広リップで最小限の移動距離でドッグウォークが可能です。またボディアクションに遅れて追従するソフトマテリアルテールはアクションに生めかしさをプラスし食わせの要素となりバイト率を向上させます。さらにストレートリトリーブではワンジョイントの特徴である後方ボディをツイストしながら平坦ボディをフラッシュロールさせアピール力の強いアクションを起こします。水面直下のエキサイティングなゲームをご体感くださいということで、ポイントとしてはですね、動きに生めかしさをプラスするソフトマテリアルテール、クイックに折れ曲がるシングルジョイントボディと、前方に積む力にブレーキをかける幅広リップ、このね3つがこのビッグベイトの特徴だよっていうことですね。っていうことで、ブラストボーン開封してみたんですけども、なんかね本当使い頃なサイズっていうかね、そんな大きすぎもせず、そんでもってね長さの割にこの平坦なねボディが相まってね非常になんかコンパクトな感じなんですよね。その割にこう横面はねしっかりと広い面が確保されていて、ここら辺がギランギランカコンカコンっていう感じでね、アピールしてくれるんじゃないかな。あとはねこのテールの感じ、このボヨンボヨンな感じがねちょっと最近の持ってるルアーの中ではね、ないなーって、ここら辺がどういう感じでボヨン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 ねアピールしてくれるのかなっていうところ、あとはこのそうですね幅広リップによって移動距離が少なくね、その狙いのスポットでネチ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 と、アピールできるっていうところですよね。これがねちょっと自分の想定してる使ってみたい釣りにね一つあるので、早速ね釣りには持っていこうと思うんですけども、まあねカラーはこういう感じで視認性のいいカラーを選んでみましたがね、ジャッカルのこういう大きめのルアーでいうと最近だとダウズスイマーね、あれなんかもねめちゃくちゃ魚のね寄りと、あとはなんというか
かな。まあ、こう、食わせの能力がね、非常に高い3連のビッグベイトだったんで、このね、ちょっとラフな感じの接続部ね、あとこのリップ付きっていうね、こういった要素を、まあ、ジャッカルが作るとどういう感じになるのか。もともとね、これね、確か、フラットボーンクリッカーだったかな、あの、昔のね、最初の頃のジャッカルにね、似たようなコンセプトのがあったんですよね。それを現代版に、リノベーションしたっていうね、こういった感じのルアーでよかったかと思うので、まあね、前回のこれの大元になったやつはね、自分使ったことないんですけども、それでもまた新しくして出してくるっていうことは、絶対何かね、これは食わせの要素っていうのが非常に多いルアーじゃないかななんていうふうに期待しておりますので、早速ね、買ってきて、そして開封してみました、できればねまだまだちょっとね大きなルアーが効くシーズンなのでちょっとどんな感じでね釣れるかなっていう実況動画の方もね、作ることができたらななんていうふうに思うんですけども、まずはねいろんなシチュエーションで投げてみてどんな感じのルアーかね、やって、釣ってみたいと思います。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、ジャッカルのね気になる最新ビッグベイト、ブラストボーン、これをね、買ってきて開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。